統合となり長かった20から21年シーズンも出場者が限られる最終戦 j ピ p がツアーチャンピオンシップリコーカップを除けばいよいよ最終戦今週は11月18日木曜日から大王選手エリエールレディスが行われる賞金女王シード権さまざまな思いが交錯する戦いを制するのは誰なのか青 キセレーナのコーチを務める大西翔太氏が展望を語るはっきり言ってスコア出ます舞台はさまざまなドラマが生まれてきたイレールゴルフクラブ松山瀬戸内海にほど近い丘陵地に作られた18ホールは海風も相まってこの時期は非常に冷え寒さとの戦いになる一方でフェアウェイは広くスコアが出やすい設計で 72ホールの最小スコア15年大会のテレサルーの24にアンダーが出たのもこのコース昨年大会からパー71となったが優勝スコアは15アンダー以前としてバーディを取る能力が求められる今年はさらにその傾向が強くなりそうだと大西氏は見ている今年はグリーンが柔らかい 例年だともう少し硬かったですが、先週とは違って下は硬いけど表面は柔らかいという感じなのでスピンバックもあまりなさそう天気予報を見ても今年は暖かく寒さとの戦いにもならなさそうです誰でもスコアを出せる状態だが特に有利となりそうなのは飛ばし屋のドローヒッターラフが長くないので行けるだけ前に行った方がいい そして捕まりすぎてもセーフティなホールが多いので、振っていけると思います予選落ち優勝。のジンクス大西氏が最初に挙げたのが、渋野ひな子。19人大会の覇者である。イメージもいいでしょうし、全ホール攻めていくアグレッシブなゴルフは今大会にぴったり。23歳初戦ですし、アメリカに行く前の最後の試合ということで、 モチベーションも高い。前週の伊藤園レディスで予選落ちを喫しましたが今週見た限り落ち込んでいる様子もなかったですし切り替えられていそうです思えばここで優勝した年も伊藤園は予選落ちをしていましたし今年三菱電機を勝った時も前週は予選落ちでした悔しさを力に変えられるタイプですから今週も 非常に楽しみです、飛ばせている、ドローヒッターといえば、この2人、そして、飛ばし屋、という部分では、勝つ南を上げる、18年に勝っていけるコースですし、パッティングのうまさも言わずもがなでバーディーを取っていける、ドンピシャだと思います。最後に上げるのが、7年大会の覇者、上田桃子。その時は 香川県のエリエールゴルフクラブだったが、ここ松山で行われた昨年大会では3日目に16番ホールでホールインワン賞を達成。賞金500万円を手にした相性の良い大会だ。今、飛距離も出ていますし、先週も最終組で戦っていて調子もいい。何よりも今は表情がいいですよね。 充実感があふれています最近は若い選手たちの優勝が続いていますがみんなの憧れである桃子さんが意地を見せてくれることを期待しています解説大西翔太大西翔太1992年6月20日生まれ名門水木高校ゴルフ部出身2015年より青キセレーナのキャディケンコーチを務める 16年にはキャディを務める傍ら PGA Teaching 会員の資格を取得した。ゴルフをメジャースポーツに土日や情熱を燃やしている。21年には渋沢理恵と目ともコーチ契約を結んだ。プロゴルファーの大西葵は実の妹。YouTube 大西翔太ゴルフ TV も好評で。著書軽く振って。 きれいに飛ばす飛距離アップの正解が発売中国内女子大王製紙エリエールレディスオープン事前17日エリエール GC 松山愛媛県6545ヤードパー71支部の日向子が迎える2020から21年シーズンの自身国内最終戦は ずっと目標に置いてきた12月の米女シュツアー予選会、9シリーズ前のラストマッチでもある。次週に渡米し、アラバマ州モービルのマグノリアグローブ、クロッシングズコースとホールズコースを使用での1周目、道州道産のハイランドオークス GC、ハイランドコースとマーシュートコースを9ホールずつ使用での2周目に備える。少し早めに入って準備していかないと。 現地に入ってからのコースチェックが突破の鍵になる今週は2年前に優勝し昨年も5位に入っているコース会場での調整はプロアマ戦が行われた開幕前日のみだったがラフの芝も冬の芝に変わってきたりしていてグリーン周りのラフの方が難しさはあるといった情報収集に余念がない。 今年に入ってからの練習ラウンドの変化は自身も認めるところ、フェアウェイからよりラフから打つ回数の方が多い。どれだけ芝に食われるか、どういう飛び方をするか確認しながら打つ。むしろ練習はラフから打った方がいいんじゃないか、みたいな感じになりつつあると笑う。ラフに入っても、前よりは、 自信があるのかなフェアウェイからだったら2ヤードくらいでランが止まるのにラフからだと10ヤードくらいになるとか把握できておけば試合で入れた時に何かしら対処ができるスイング改造を進めながら戦ってきた1年ちゃんとベースができているかと言われるとまだまだと理想を求める姿勢に妥協はないが。 胸を張れるるスタッツもあるパーオン率は2019年の707573%から720612%に向上19年のランク24位に対し海外での試合が多かった今季は規定ラウンド数に達していないものの12位に相当する数字だ ままだまだですけど、ちょっとずつ精度が上がってきていいスタッツを出すことができれば自分的には今やっていることは合っているんだなと捉えることができるその目安がパーオン率国内最終戦でさらに自信を積み上げ旧シリーズに挑んでいく部のひなこ、まず予選通過23歳初戦国内 最終戦で集大成披露打女子ゴルフの大王星紙エリエールレディースは18日から4日間松山市のエリエール GC 松山6545ヤードパー71を舞台に開催される19年大会覇者の渋野ひな子23イコールサントリーイコールは17日公式会見に臨み 今季国内最終戦への意気込みを語った12月上旬に行われる来季マイツアー出場権をかけた最終予選会に備え来週中に渡米予定15日に誕生日を迎えた渋野日向子にとっては今大会が23歳の初戦にして今季の国内ラストマッチとなる先週の悔しい結果 予選落ちの後なので気を引き締めて最終戦でもあるので頑張りたい有観客で地元岡山県にも近いので応援に来てくださる方もいるそういう方たちの前でいいゴルフをできるようにと集大成の披露に努める一打届かず決勝ラウンド進出を逃した前週の試合後は岡山の実家に帰り母 信子さんに見守られながらショットの修正に励んだ週末には家族も来場予定で本当にまずは予選通過することと気合を入れ直した今期国内ツアー最終戦の渋のひな子実家で誕生日はう23歳でもっといろいろ積み上げていけたらいいかな女子ゴルフの大王製紙エリエールレディース優勝賞金1800万円は18日から4日間 愛媛、エリエール GC 松山で行われる。米ツアーの最終予選会長戦のため、来週早々に渡米する渋野ひな子にとってはこの大会が今季国内ツアー、最終戦。前週の伊藤園レティスは1が及ばず予選落ちしたが、その後岡山の実家に戻り、15日には家族と23回目の誕生日を祝った。 22歳でいろいろ作り上げてきたことを23歳でもっといろいろ積み上げていけたらいいかな19年にも伊藤園レディース予選落ちの後岡山の実家に戻り父悟さんの助言などを力にこの大会で優勝今回もリフレッシュして会場入りした